どうも、おちんです。さあ、今日もメガトンキューブ差しやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、ついに、最強のパーツ、ゲットしました。このデータベースで気になってたのよ。一番下のところが、ハテナだったんだよ。ここ絶対最強のやつだろうな、隠しのやつだろうなと思ってたら、やっぱり、ありました。隠し機体が、最強です。これ、武蔵王。まだね、上半身と右手しか入手できてないんだけども、ゲットできたんだよ。まあ、かっこいいよね。めちゃくちゃかっこいい。お見せしますと、能力が、もうチートみたいな感じです。間違いなくチート。これだね。武蔵王ボディ。もう近接攻撃力と射撃攻撃力、そして耐久力。これが、異常な数値なのよ。めちゃくちゃ異常。他のやつ見ると、まあ、近接攻撃力、高くても3000ちょっとなのよ。これ5000あるからね。で、射撃が、近接高ければ、だいたい低いんだけども、射撃も、5000超えてる。うん。で、耐久値も、異常なぐらい高いし、かといって、防御力とブーストが、全然低くない。いや、むしろ高い方。それぐらいの能力を秘めてます。で、このね、アイコニックレジェンダリーっていうランクなんだけども、自分のランクプラス10上げることができます。なので、今ね、だいたい50までが、最大だと思うんだけども、アイコニックレジェンダリーは60までランクを引き上げることができます。おそらくだけど、近接と射撃攻撃力が、7000か8000ぐらいまで行きそうな感じです。ただ上げるのに300万必要です。300万。とんでもないよね。うん。なぜ分かってるかっていうと、武器を俺入手してるのよ。最強の武器を入手してて、それを50から60上げるのに300万かかったので、それぐらいかかります。うん。ただ強いよ。ただ強い。まあ、まだね、ランク上げてないっていうのには、理由があって、ちょっとね、スキルが、微妙かなっていうところ。もう少し厳選したい感じだね。まあ一番俺が持ってるのでは、これがマシかな。リロード速度と射程距離が上がって、故障中の敵のダメージアップ。です。まあ3つ持ってますけどね。これと、これ。これ微妙だよね。雷属性のダメージと、ファイア状態の敵のダメージと、そしてこれ。故障中の敵のダメージと、パワー属性のダメージ、ファイア付与。なんかちょっと微妙なんだよな。できれば、クリティカル率とクリティカルダメージ、そこら辺が、来てほしいんですけどね。なかなか難しいところです。で、セット装備効果は、まあ、普通かな。セット装備効果は。武蔵装備とそう変わりはありません。まあ、変わるところが、この30コンボごとの耐久量の回復率、それが 30% っていうところ。普通の武蔵は、18% なんだけどね。たくさん回復する感じです。で、マックスの時のダメージが若干減ってます。こっちの方は、15% ダメージアップするけども、武蔵王は 9% のダメージアップになるね。まあ、若干低いんだけども、能力値が全然違うので、もう、最終形態はもうこれだよね。どの武器の、どの防具よりもね、多分近接射撃が倍ぐらい高くなるので、もうみんな最終的にはこれ一択になるんじゃないの？おそらくね。はい。で、ちなみに、右手もゲットしてます。これ。武蔵王ライトアーム。これも能力値が異常なぐらい高いです。うん。まあ、これの、ついてるスキルは悪くないと思うので、まあ、これは OK ですね。あと、左手と足かな。そこをなんとかゲットしていきたいところです。はい。では、気になるところだよね。どこで入手するのか。こちらはミッション入手場所発
表します。まあみんな大体わかってると思うけども、超ド級ミッションです。有翼の獅子、ここで出ます。有翼の獅子のメガトン級、おそらく他でも出るかもしれない、かもしれない。俺はもうこの有翼の獅子のメガトン級でしか入手してないので、ここで4つ入手してるんで、ここは間違いなく出ます。ただドロップ率はかなり低いです。ボーナスを入れた状態で10回戦って1回落ちるかどうか、それぐらいのドロップ率となってます。かなり厳しいね、かなり厳しい。うん、なんで何度も何度も挑戦しなきゃいけませんね。でもう一つ分かったことがあって、おそらくだけどこの有翼の獅子で最強の防具パーツが出ます。そして空を切り裂く翼、ここで最強の遠距離武器で、一番下が近距離武器が出ると思います。うん、この暴虐の獣で実際近距離武器を入手してるので、多分ねそういう風に分けられてるんじゃないかなって思うんだよね。うん、近距離遠距離パーツっていう風にね、多分そうだと思います。まあ全部10回に1回ぐらいしか出ないんで、かなり厳しくなると思うんだけども、全部俺はゲットしようと思います。だいぶかかると思う。あと多分30時間、いや30時間かかんないかな、20時間もあれば全部揃えれるかもしれませんけども、やっていきます。出た時はもうほんと一発でわかる。うん、あのアイテムがボス倒した後に散らばるでしょ、そこであからさまに光ってる金色があるという、あからさまに光ってる金色が出るので、それが出たら当たりです。はい、頑張ってやってみてください。ただね、このミッションかなり難しいんだよね。難しい。でも慣れてきて戦い方が分かればかなり早く倒せます。実際俺もこの暴虐の獣は3分以内で、空を切り裂く翼、これがね3、40秒で倒せて、有翼の獅子は1分半、まあ2分はかからないね、それぐらいで倒せるようになってます。まあ今度動画でその倒し方なんかも、やっていこうと思います。はい、ぜひチェックをよろしくお願いします。はい、ということで今日は最強の防具の入手方法やってみました。かなりドロップ率は低いんですけども、あそこで入手できるのでゲットしてみてください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。